皆様こんばんは本日はお忙しい中東京センチュリー株式会社の個人投資家向け説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます私は司会を務める竹内理香と申しますどうぞよろしくお願いいたします本日は東京センチュリー株式会社広報 ir 部の河合様にお越しいただいていますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします さてこの説明会では最初のおよそ40分間は会社説明をしていただきその後皆様からお寄せいただいたご質問にお答えいただきます説明会全体の時間はおよそ1時間を予定していますそれでは河合様どうぞお願いいたしますはい、えー、皆様こんばんは東京センチュリー広報 IR 部の河合でございます本日はお忙しい中遅い時間にもかかわらず たくさんの皆様にご視聴いただき誠にありがとうございますそれでは早速始めさせていただきます本日のご説明内容です最初に当社概要と強みについて次に業績推移株主還元について続いて中期経営計画と成長ドライバーについてご説明したいと思いますまた 本日皆様にお伝えしたいポイントが2つございます1つ目としまして、前回の中期経営計画で一部の目標を除いて達成できなかった反省を生かし、今年度の4月から新たな5カ年の中期経営計画をスタートし、持続的な成長を目指しております。2つ目としまして、今後の成長については、3つの成長ドライバーをキーとして考えております。1つ目は アフターコロナにより旅客需要が回復している航空機リース事業2つ目が同様にレジャーなどの需要が回復し業績が V 字回復したレンタカー事業そして最後の3つ目が世界50カ国以上にサービスを提供する海外戦略これら3事業を中心に過去最高益の更新に挑戦いたします、はい、ありがとうございます。 前回の中期経営計画は目標の達成ができなかったということなんですがこれはどのような要因により達成ができなかったんでしょうかはい、全中継では策定のタイミングもありまして新型コロナの影響を考慮しきれない計画となっていたわけなんですけれども、はい、航空機やレンタカーといった移動需要の大幅減が実際には直撃してしまいました。さらに年にに年はロシア・ウクライナ情勢により ロシアのエアライン向けにリースを行っていた航空機体が接収されてしまいまして、多額の損失を計上せざるを得ない状況となってしまいました。これらを背景に、利ケ県ンにおける目標を達成することができませんでした。うん、ではやはりコロナ禍とロシアウクライナ情勢による影響が大きかったということなんですね。ありがとうございます。では引き続きスライドに沿ってご説明進めていただきます。お願いいたします。はい。 まずはじめに当社の会社概要についてです当社は2009年4月1日に旧第一勧業銀行系列の東京リースと伊藤忠商事系列のセンチュリーリーシングシステムの2社が合併してスタートいたしました合併直前の2008年にはリース会計基準の変更によりファイナンスリースがオンバランスになるなどリース業界としては大きな逆風となる制度変更と 加えてリーマンショックが重なりまして大変厳しい事業環境でしたそのような中合併により資本力を増強しリースのみならず金融を軸にサービス収益や事業収益の拡大を図る契機となったことは第二の創業と言えると思います合併してからの15年間で積極的な M&A を主体に国内外のグループ会社が増加しまして連結ベースでの従業員数は 約7,900人の企業規模になっています2016年の社名変更の際当社グループの経営理念も刷新いたしました経営理念の締めの言葉としまして環境に配慮した循環型経済社会の実現に貢献を掲げております当社はリース会社としてリース物件であるものを貸し リース満了後は法令に従って適切な処分を行う、いわゆる 3R と呼ばれているリデュース、リユース、リサイクルの考え方が事業全般に根付いています。ESG、SDGs という言葉がまだ一般的ではなかった時代から、サーキュラーエコノミーの実践に携わってまいりました。五つの事業分野の概要です。 まず、一番左の国内リース事業は従来からのファイナンスリースを主体とした当社の素業と呼ぶべき事業でありましてコロナ禍を通してても安定的なな収益基盤となっております。その右2番目となりますオートモビリティ事業は法人個人のオートリースに加えましてレンタカービジネスを展開するなど業界屈指の幅広いオートサービスを提供させていただいております。 3番目のスペシャルティ事業は航空機リース船舶不動産リースファイナンスプリンシパルインベストメントなど専門性の高い金融サービスで構成されておりまして当社の中核を担う事業分野に成長しております4番目の国際事業は世界50か国以上でサービスを提供しており米国の IT 機器リース専業の CSI リーシングをはじめ アセアン地域におけるオートファイナンスなどジバの有力パートナーと連携してさまざまな金融サービスを展開しております。最後となる環境インフラ事業は脱炭素社会の実現に向け環境ビジネスの成長を加速させる目的で2023年度より新設された事業分野となります。太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギー,上エネルギー事業に加え 蓄電池事業など今後の重要拡大が想定される地域への取り組みへも拡大いたしましたここからは各事業分野の概要をご紹介した動画を4分ほどご覧いいいたただきたいと思います世界のマーケットや競争環境が劇的に変化し続けている現在東京センチュリーは素業のリースを発展させたパートナー企業との競争による 金融サービス事業の3軸を融合した独自のビジネスモデルを展開5つの事業分野を軸に事業領域は広がり大きな成長を遂げている国内リース事業分野は広範な顧客基盤を持ちあらゆる設備機器に対応した金融サービスを提供しているまた リースビジネスのバリューアップ推進とともに環境エネルギーや DX 領域において有力パートナーとの競争ビジネスを加速事業領域のさらなる拡大に向けデジタルとリース金融ビジネスを融合し新たなサービスや事業の創生を推進するオートモビリティ事業分野は 日日本本カカーーーーソリューションズ日本レンズレタカーサービスオリコオートリースの3社を中心に法人個人向けオートリースからレンタカーまで圧倒的なサービスラインナップを誇るハードからソフトへモビリティビジネスの大変革の中オートモビリティ事業分野では多様な事業パートナーとの協業により 成長基盤を拡充 EV をはじめとした次世代モビリティサービスそして新たな事業創出を目指していくストラクチャードファイナンスをはじめ航空機船舶不動産プリンシパルインベストメントなど東京センチュリーの成長をリードしてきたスペシャルティ事業分野。 高度な専門スキルを駆使してグローバルに事業を拡大している各プロダクトにおける専門性やグループ総合力をベースにパートナーとの協業を加速させることでビジネスのさらなる高度化多様化を推進していく国際事業分野は国内外の有力企業金融機関などを事業パートナーとする アアライアンス戦略の推進により各国固有のニーズに応える専門サービスを提供世界30以上の国と地域で事業を展開している圧倒的なグローバルネットワークを活用しながらデジタルエコノミーモビリティサービスそして環境エネルギー関連の事業に注力事業パートナーとの協業により ビジネスの差別化を徹底していく環境インフラ事業分野は太陽光発電バイオマス発電蓄電池などの再生可能エネルギー事業に加え発電事業における効率的な事業管理収益性向上に貢献するサービスを提供。 環境ビジネスのバリューチェーン構築を目指しお客様や事業パートナーの脱炭素化に向けた事業戦略をサポートしていく東京センチュリーによる既存のリースの形を発展させ金融サービス事業の三軸を融合したビジネスモデルは今後も進化する変化を自ら想像する企業グループとして 社会に喜ばれ、必要とされる金融サービスを創出していく。東京センチュリー。はい、動画をご覧いただくことによって各事業分野の特徴についてご理解が進んだかと思います。 さまざまなリース物件を取り扱う国内リース事業から、日本レンタカーなどのオートモビリティ事業、専門性の高い航空機リース、船舶、不動産などを行うスペシャルティ事業、事業グローバルでサービスを提供する国際事業、太陽光発電など脱炭素への要請に対応する環境インフラ事業など、本当に多彩な事業を展開されていることがよくわかりました。 の事業が多岐にわたっていて金融というよりもむしろ勝者的なイメージを感じたんですがどういった点が違いとなってくるんでしょうかはい確かに積極的な M&A や事業投資など勝者と似ている点についてコメントいただくことが増えております当社の場合後ほどご説明させていただくパートナーシップ戦略とも関連してくるのですが様々な業種業界における有力なパートナー企業と 多様なビジネスを展開していることが特徴と考えております。また、銀行や保険と異なり規制に縛られない当社の自由度の高い金融サービスは、当社の成長戦略において有用なファクターであると考えております。うん、ありがとうございます。パートナーシップ戦略が御社の強み特徴ということですね。後ほどこちらについて詳しくご説明いただけるということでよろしくお願いいたします。はい。 次は事業ポートフォリオの変遷です当社は合併以降に事業ポートフォリオを大きく変化させてきました合併当初はグラフ左側のように青い部分の国内リース事業がセグメント資産残高の約8割を占めておりましたその後国内リース事業の資産残高は横ばいを維持しながら成長期待分野であるオートモビリティスペシャルティ国際 環境インフラ事業への投資を拡大した結果資産残高は2009年3月末の2.1兆円から直近の2023年12月末の5.7兆円まで拡大いたしましたグラフの右側のように国内リース事業のシェアは相対的に2割強まで減少しましたが収益性の高い事業の資産を拡大した結果経常利益は 合併前の2008年度223億円から2023年度予想の1100億円まで拡大する見通しです資産規模の増加2.7倍に対しまして収益規模の増加が4倍以上と効率の良い資産運用を行っていることがお分かりいただけるかと思います当社事業領域の進展を踏まえ社名につきまして従来の東京センチュリーリースから 2016年10月にはリースという言葉を外し東京センチュリーへ社名を変更しております戦略投資に伴う安定的な財務基盤確保の観点から2020年2月に NTT 伊藤忠商事の2社を引き受け先とする第三者割,割当て増資を実施いたしましたこうした当社のビジネスモデルの発展には一連の M&A に加えまして広範な 顧客基盤を軸としたパートナーシップ戦略の推進がありますこのパートナーシップ戦略について次のスライドで具体的に説明させていただこうと思います当社がこれまで培ってきたファイナンスノウハウとパートナー企業の専門性ノウハウを融合させた共同事業でありまして当社ではパートナーシップ戦略と呼んでおります現在 NTT 伊藤忠商事 富士通、NX グループ、三菱地所などと協業を進め業種の垣根を越えたパートナー企業とアライアンスを組んでいます対象の共同事業がどうしたら成功するのかパートナー企業の皆様と一緒になって考え共同で推進しておりますがこのようなことができるのもパートナー企業と同じ目線で議論をすることができる当社の専門性の高さではないかと考えております ここではパートナーシップ戦略の代表事例としまして NTT と伊藤忠商事との事例を紹介させていただきます国内リース事業における NTT グループとの合弁会社の NTTTC リースでは NTT の豊富な顧客基盤と低コストでの資金調達の強みを有しておりますこうした強みを生かして2020年の営業開始以来 連続してセグメント資産の増加とともに増益を達成しております前年である2022年度の取り込み利益は63億円と国内リース事業の収益の柱として成長をしておりますまた需要が高まっているデータセンター事業にも共同で取り組んでおります足元では3件目としてハイパースケーラーの旺盛な需要が見込まれるアメリカ・シカゴにおいて NTT との協業事業として過去最大規模となる投資を進めておりますこのほかにもオートリース、再生可能エネルギー事業不動産事業など多岐にわたる分野において NTT グループとの協業を加速させておりますこのようなパートナーシップ戦略は当社独自の取り組みだと考えております伊藤忠商事とも 日立建機と三社で、北米において建設機械の販売金融を行う。ファイナンス合弁会社であります。ザクシスを設立の上。二千二十三年度から事業を拡大して、順調にアセットを拡大しております。この他にも、北米におけるトラックファイナンス事業における協業。また、伊藤忠グループであります。ファミリーマート向けの店舗重機や。レジ上のデジタルサイネージ等のリースにも取り組んでおります。 こちらのデジタルサイネージは、ここ数年で導入を進めており、皆様もご覧いただいた方もいらっしゃるかと思います。次に、足元の業績推移と、当期2023年度の業績予想についてご説明いたします。2022年度は、各事業における伸長があり、経常利益は過去最大となる1062億円を計上した一方、 ロシアのエアライン向けの航空機で594億円の特別損失を計上したことにより、当期純利益はわずか48億円となってしまいました今年度、2023年度はコロナ禍とロシア関連の影響がなくなったことに加え、成長ドライバーの増益もあり、過去最高となる計上利益1100億円、純利益700億円を目指しております。はい 2022年度の純利益は大きく減益となっていますがこれはあくまでもロシア関連の一過性の特別損失であって着実に利益成長しているということがよく分かりました、はい、え続きまして足元である2023年度第3四半期の実績について簡単にご説明します。連結のの利益益は前年同期費億円増益の 571億円となりました事業分野別に純利益を見てまいります国内リース事業は173億円と NTTTC リースの持ち分法における投資利益が寄与したものの他の事業領域において減益がありまして前年同期比1億円の減益となりましたオートモビリティ事業は141億円となり 日本レンタカーサービスはアフターコロナによる需要の回復とコストコントロール収益改善策の効果により第3四半期累計で過去最高益を更新しまして全体としては41億円の増益となりましたスペシャルティ事業は240億円でありました前年同期に航空キリース ACG において計上したロシア関連損失594億円の破落に加えまして 予約需要の回復を受けたエアラインの業績改善による、延滞リース料の回収が進んだことにより、増益を達成しております。一方、前年同期に計上した営業投資有価証券の売却益が減少したことによりまして、全体としては508億円の増益にとどまっております。国際需要は66億円となりまししたた前年同期に計上した アジアにおける営業投資有価証券の評価損176億円の剥落により前年同期比155億円の増益となりました次に環境インフラ事業は35億円となりました前年の第二四半期に本稼働を開始したバイオマス根性発電所の企業により29億円の増益となりました前者の純利益は 航空機リース事業における損失の剥落が大きく寄与していますが各事業分野においても5事業分野中4事業分野で増益となるなどベース収益は増加しており全社の稼ぐ力は着実に伸びている状況です通期の純利益予想700億円に対しても標準進捗の75%に対して 八十二パーセントの進捗率でありまして引き続き目標達成に向け取り組んでまいります。株主還元方針についてです。今年一月一日に当社株式の四分割を実施しておりますのでスライドの配当金も分割の影響を訴求反映した数値を記載しております。株式分割については以前からご要望をいただいておりまして。 今回の分割で最低投資額も以前の4分の1となりました個人投資家の皆様にはより投資しやすくなったものと考えております2023年度の予想配当金は前年実績を比較しまして1株当たり14.25円増加の年間50円を予定しておりますご覧の通り合併以降も2021年度まで 毎期増配を継続しておりましたが、2022年度は先ほどご説明のとおり、大幅な減益となってしまったため、配当金は前年と据え置きとさせていただきました。長期的かつ安定的に利益還元を行うことを基本方針とし、配当成功は当面35%程度としています。今後は利益成長により、1株当たりの配当金の増配を継続する計画となっております。 株主優待のご案内です400株以上の保有で当社オリジナルコーカードを表記載の通り保有株数保有年月に応じまして2000円から8000円の範囲で贈呈させていただいております加えまして400株以上を保有するすべての株主様に当社の子会社であります日本レンタカーのご利用優待券3000円分を贈呈しております 日本レンタカーの優待券は全国の営業所においていつでも使用できますのでお出かけの際などにぜひ利用いただければと思います、はい、配当と株主優待については皆さんご興味が高い部分かと思います2022年度を除き一貫した増配となっていてすごく魅力的だなと感じるんですが今後も増配の計画となるのでしょうかはい、えー、スライドにもお示ししております通り 配当成功を35%としておりますので、中継期間中の利益拡大に沿って、1株当たりの配当額も増配していく計画となっておりますああ。そうなんですね、個人投資家の方には嬉しいニュースですね。はい、え中期経営計画の基本方針に据えたのは、TC トランスフォーメーションで、社内では TCX と呼んでおりますが、 現在スライドでお示ししている4つのの要素がその対象となりますまずは中継の基本方針に掲げた背景ですが、ポートフォリオ、人材、組織、グリーン、デジタルの4つを10年後も成長持続させるために、今から取り組まなければ競争力を維持できない分野として選定いたしました。これれれらを中継期間にそれぞれ 相当なスピード感を持って取り組み成果を出してまいりますまたこの中継では自らを変革し変化を創造することをテーマにしています自らを変革しようとする強い意志を X に込めて4つのトランスフォーメーションに果敢に取り組み10年後も成長企業とご評価いただけるそういった会社にしていきたいと考えております 財務目標につきましては、最終年度となる2027年度に純利益1000億円、ROA 総資産純利益率1.4%、ROE10% を掲げております。このうち、ROE につきましては、成長領域への投資を進め、ROA の向上と当期純利益の絶対額を拡大し、10%以上の目標値を早期に達成したいと考えております。 2027年度の純利益目標1000億円の目標値につきましてはこれからご紹介いたしますが成長ドライバーである航空機リース子会社の ACG の回復日本レンタカーのさらなる成長海外事業の拡大が中心となりますがその他にも楽しみな事業が複数ありますので一つ一つしっかりと成果を出して中継の目標値を達成していく考えです。 当社の業績が回復傾向にあると申し上げましたが足元の PBR は残念ながら0.8倍台でありまして1倍にまだ達していない状況です過去を振り返りますと2013年からコロナ前までは継続して PBR1 倍を超えておりましたので当社としてはもう一度成長性をご評価いただき PBR1 倍以上の水準に復活させたいと考えておりますそののための施策として スライドにも記載しております通り、ROE の向上と株主資本コスト低減に資する施策を設定し、それぞれを着実に実行してまいります。二千十九年に米国の航空機リース会社であるアビエーション・キャピタル・グループ、社内では ACG と呼んでおりますが、この ACG を連結子会社としまして、航空機リース事業に 本格参入いたたししましたその後新型コロナの蔓延やロシア・ウクライナ情勢などもありまして航空機需要が急減し2022年度から2022年度までの3カ年間大変厳しい事業環境が続きました現在では航空,航空旅客需要が急速に回復しておりまして今後はアジア地域等での人口増加も加速することが見込まれており 2040年にはコロナ前の2倍以上の需要になるものと予測されています。こちらのスライドでは、ACG の特徴についてお話しさせていただきます。保有している機体の90%は、域内の移動で活用される単通路のナローボディという機体であることが特色です。このナローボディは、世界中のエアラインが使用しておりまして、流動性の高い航空機であり、 需要が高ま,っておりま,すまた機体の年齢についても航空機は心臓から数十年の使用ができますがより需要が高い比較的若い機体を中心に扱っております対象セグメント資産は1.8兆円機体数につきましても保有管理発注済みを合わせると493機と航空機リース業界でも大手に位置づけられております また、右側にお示ししている通り、エアラインの地域別の状況も、欧州、中南米からアジア太平洋、北米と特定の地域に偏ることなく多岐にわたっております。次に、ACG の業績推移となります。2022年度までの実績につきましては、先ほどもご説明のとおり、コロナ禍とロシア・ウクライナ情勢により厳しい事業環境が続いておりました。 一方2023年度の業績は旅客需要の回復によりコロナにより苦戦していたエアラインの業況が改善したことによりまして税引き前利益で138ミリオン US ドルと前期赤字決算からの黒字転換を果たしております航空需要は今後も増加傾向にありまして航空機リースマーケットもさらなる拡大が期待できると見ており ACG も この利益水準に甘んじることなくさらなる増益を目指していきたいと考えておりますご存知の方も多いと思いますが赤い看板の日本レンタカーは当社の連結子会社ですテレビ CM もしておりますので親会社の東京センチュリーよりも知名度が高いかと思います全国約五百六十箇所に拠点を有する レンタカー業界の大手に位置づけられていますコロナ禍の外出制限などにより2020年度は52億円の計上赤字となる厳しい決算も経験いたしましたその一方でグループ一体となった構造改革に着手いたしましてそこから高効率経営へのモードチェンジを図りましたコロナ後はレジャー需要の急回復に伴い 業績も回復いたしましたまた、サービス品質を高めてきた戦略が奏功し日本レンタカーの経常利益は2022年度に過去最高となる84億円を計上いたしました2023年度の経常利益も144億円の見通しとさらなる過去最高益を更新できる見通しとなっております 日本レンタカーの成長戦略の一つとして、店舗パワーアップ戦略をご紹介いたします。既存店舗を高リッチな場所に移転し、配置台数を増やすことや、店舗のリニューアルを進め、1店舗あたりの収益性向上を図っております。お客様にとって快適な店舗作りや、従業員が働きやすい環境を整備するなど、持続可能な店舗運営を行ってまいります。 また最近では、外国人観光客の増加・回復も顕著です。今後は海外のレンタカー会社との連携も推進し、インバウンドのお客様獲得にも注力してまいります。以上の戦略面も含めまして、レンタカーレンタカー事業は順調に推移しております。来年度以降も成長が期待できると見ておりまして、当社としても非常に楽しみな事業と位置づけております。 当社は世界50カ国以上にサービスを提供しておりまして、米国、中南米、欧州、アジア太平洋などグローバルベースでのリースビジネスとパートナー戦略を拡大していくことが、さらなる成長を追求する上では必要と考えております。海外事業につきましては、先ほどご紹介いたしました航空機リース事業のボリュームが非常に大きいですが、その他にも IT 機器をリースしている、 CSI ーシングという会社が好調ですスライドでは IT 機器 3R が CSI の事業ですが航空機レンタカーに次ぐ当社の中核事業に育っています北米アジア太平洋に記載していますデータセンター事業は NTT グループとの共同事業北米の研究ファイナンスは日立研究伊藤忠商事との3社共同事業でありまして 当社が得意とすするるパーートナー戦略の成果も海外に拡大している状況で CSI は米国に本社を置き IT 機器のリース IT ライフサイクルマネジメントを軸として世界50か国以上にサービスを提供しております当社は段階的に出資の上2016年に100%子会社化し連結対象としております 通常の IT 機器のリースに加えまして、使用済み IT 機器のデータ消去や粉砕処理サービスである ITAT サービスに強みを有しております。スライドにもお示ししているように、一貫性のある高品質なサービスを提供しております。特に高いセキュリティレベルが要求されるグローバル企業へのサービス提供が中心となっております。 さらに昨年の12月からは日本においても同様のサービスを提供できるよう従来から国内で行っていたサービスを強化する形での提供をスタートしております日本国内においては高いレベルの ITAT サービスは限られておりまして今後の展開に期待しております左側のグラフには CSI の当社子会社化以降の 業績推移を示しておりまして経常利益は毎期増益を達成しており2016年からの6年間の年平均成長率は23%にも及びますまたさらなるグローバルネットワークの拡大にも取り組んでおりまして2022年度以降においてもアジアや北欧中南米などへの拠点を強化しております今後もグローバルネットワークの拡大とともに 業績の着実な成長を目指してまいりますはい、当社ホームページ上には個人投資家様を対象としたここが違う東京センチュリーというコンテンツを設けておりますビジネスモデルの特徴合併時の課題危機感への対応など分かりやすく紹介させていただいております また当社グループの事業内容や役職員個々の取り組みにスポットを当てたオウンドメディア東京センチュリーニュースを2021年から解説しておりますお時間のあるときに皆様にご覧いただけましたら幸いでございます最後に統合レポートのご紹介となります統合レポートでは事業概要から経営戦略サステナビリティ ガバナンスなど幅広い情報を掲載しております今年2月、当社は GPIF が委託する国内株主の国内株式の運用機関が選ぶ改善度の高い統合報告書に昨年から引き続き2年連続で選定されておりますこれらのように引き続き IR 資料の内容拡充にも努めまして企業価値の向上を目指していきたいと考えております 以上で私からの説明を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、河合さんありがとうございました。それではこれから質疑応答に入ります。ご質問は画面左下の質問タブから随時ご入力の上送信をお願いします。そして事前にも今回多くのご質問をいただきました。ありがとうございます。なおご質問はお時間の許す限りお受けしますが、 お時間の関係でお受けできないこともございますことをあらかじめご了承くださいそれではまず事前にいただいております質問からピックアップして進めてまいりたいと思いますでは最初のご質問です中期経営計画で2027年度に純利益1000億円を目指すとのことですが 取り組み内容をもう少し詳細に教えていただけないでしょうかというご質問です。はい、えー、ご質問いただきありがとうございます。中期経営計画2027については、稼ぐ力の強化と ESG の推進の両面での取り組みを進めてまいります。スライドにもお示ししているとおり、稼ぐ力の強化を実現するため、利益成長と ROA の向上に徹底的にこだわるという方針の下既存事業のバリューアップ事業投資の資産回転低効率資産の入れ替えエグジット新たな事業領域創出の四つの施策を推進してまいります事業投資の資産回転は主に航空機や船舶、不動産、プリンシパルインベストメントなどが対象となっております 低効率資産の入れ替え、Exit は、資産効率を重視したール r o へのポートフォリオ構築を強力に推進してまいります。新たな事業領域創出につきましては、蓄電池や EV、デジタルなど、GX や DX 化に資する領域に注力してまいります。ESG の推進につきましては、環境、社会、 ガバナンスのの観点から実効性のある取りり組みを進めてまいりまいす一つ目の環境では循環型経済社会実現への貢献として東京センチュリーグループのカーボンニュートラルに向けた取り組み強化やお客様とのカーボンニュートラルの支援となる再生可能エネルギーなど事業分野をまたいだビジネスを創出してまいります二つ目の社会では人的資本投資の拡充と 社会課題解決に向けたインフラ整備への拡大を進めてまいります昨今とりわけ重要度が増している人的資本投資につきまして多様な人材が多彩な能力を発揮できる風土の醸成と専門性を高めることのできる環境整備による従業員へのエンゲージメントの向上を図ってまいります最後にガバナンスの実効性強化に向けて 取締役会のモニタリング機能やグループガバナンスの強化を図ってまいりますこれらの取り組みにより最終年度である2027年度に各種目標を達成すべく邁進してまいりますなお本中継の詳細につきましては当社ホームページにも掲載しております合わせてご覧いただければと思います、はい、では次の質問です 改めて競合他社と比べた御社の強みについて教えてくださいということですがいかがでしょうかはい、えー、本日のご説明の中でも申し上げましたが当社の強みの源泉は有力なパートナー企業と連携したパートナーシップ戦略だと考えております数多くのパートナー企業の中でも統合レポートなどに特集で取り上げている先を挙げても NTT 伊東中商事、富士通京セラ三菱地所 NX グループ JFE グループなどそうそうたる企業との取り組みがかつく事業分野において今後も進展してまいりますまた他社との比較で申し上げるとオートモビリティ事業に強みがあると考えております日本レンタカーサービスや法人向けオートリースの日本カーソリューションズ 個人向けオートリースのオリコオートリースなど他社にない豊富なラインナップを持っておりまして各社いずれも業界3位以内に入る希望を有していますまた海外においてもシンガポールフィリピンタイなどでオートリースファイナンスを展開しておりまして、えー、当社 ASEAN アア地域の中におけるメインビジネスといっても良いくらいの希望を有しております会社全体としては ROA 総資産利益率の高い事業を増やしながら資産効率を意識した収益基盤の強化こちらを引き続き目指していきたいと考えております、はい、パートナーシップ戦略についてもう一つご質問いただいておりますパートナーシップ戦略についてスライド以外ではどのような事例があるのでしょうかということですがはい ご説明した NTT グループと伊藤忠との案件以外の事例をご紹介したいと思いますご説明の通りパートナーシップ戦略につきましては各業界のリーディングカンパニーと進めております不動産事業におきましては三菱地所と海外不動産やデータセンター案件の投資や東京駅前のき合わしプロジェクトにも共同で参加をしております 特に時キ橋プロジェクトにつきましては日本一の高さとなる超高層ビル建築を進めておりまして2028年度の竣工に向けて進捗を進めているところです高層部のホテルにはウルトララグジュアリーホテルであるドーチェスターコレクションの誘致がアジアで初めて決定しております事業投資の分野においては日本のプライベートエクイティ業界における リアドバンテッジ・パートナーズと事業投資に取り組んでおりまして2021年には共同投資事業案件として昭和電工マテリアルズ現レゾナックの蓄電デバイスシステム事業をカーブアウトする形で譲り受けております当社の既存事業とのシナジー創出などを通じて社会インフラの整備循環型経済社会の実現を目指しております 今後も大企業からのカーブアウト案件や事業承継、共同投資案件などへの投資を進めてまいります。この他にも、IT 分野では、富士通と共同出資会社である FLCS において、DX、デジタル分野の協業を通じて、ローカル 5G の普及や社会課題の解決につながる競争力の高いサービスを提供しております。 さらに太陽光発電事業については京セラと共同出資会社であります京セラ TCL ソーラーを NX グループとも共同出資会社である NXTC リースファイナンスにより物流関連を強みとしたリース事業を展開しておりますこれらのように多くの有料パートナー企業との協業を進めることで今後も強い競争力を実現させ 収益向上につなげていきたいと考えておりますありがとうございますでは続いてのご質問です環境インフラ事業については今後の脱炭素へ向けた中で様々な事業機会が出てくるものと思いますが具体的な取り組みをもう少し教えてくださいというご質問ですはい、えー。環境インフラ事業につきましては昨今の脱炭素社会への要請を踏まえて 2023年度より従来スペシャルティ事業部内の一部であった環境エネルギー事業を主に切り出す形で新設しています従来は主として太陽光発電を中心に取り組んでおりまして京セラとの共同出資会社である京セラ TCL ソーラーでは日本各地に約90箇所の太陽光発電所を有し発電容量も約400メガワットと国内屈指の規模で展開しております これに加えまして再生可能エネルギーの普及に伴い需給に応じて蓄電・放電ができる蓄電所の設置やバイオマス発電に関する取り組みを進めておりますしかしながら日本国内での太陽光発電所の拡大余地は限られておりまして新たに海外の再エネ案件の獲得を開始いたしました直近では英国において共同出資パートナーとともに 34箇所の稼働済み太陽光発電所を取得しておりまして今後の収益貢献を期待しております海外案件については知見を有する有料パートナーと組み収益性の高い開発案件に中心に取り組んでいく方針です今後も北米や欧州を対象としまして再エネ案件の積み重ねを目指し収益性の向上に努めてまいります ででは次です。オートモビリティ事業について今後の EV 化や自動運転の普及に向けてどのような取り組みを行っていますかとということです、はいえー。ご質問の通りオートビジネスは100年に1度の変革期と言われておりまして足元では EV 車両の普及将来的には自動運転など大きな変化が期待されている分野だと考えております。 当社としましても、次世代領域として、EV、データビジネス、コード整備、物流駐車場、自動運転などを定めて、新ビジネスへの取り組みを強化、加速しております。特に EV に関しては、EV 蓄電池の診断技術や、EV 充電マネジメント技術を有する複数社との提携を進めておるところです。例えば、 将来的に EV から中古の EV バッテリーが多く放出されることを見据えまして数多くの中古 EV バッテリーを組み合わせることで蓄電所を立ち上げる取り組みなどを関西電力と開始しております蓄電所につきましては太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの出力変動を抑える目的で今後の需要が高く期待されている分野ですこの他にも 先月2月には自動運転技術を持ち物流インフラの改善を目指す株式会社 T2 への資本参加も行いました。物流に関しては特にトラックトラックドライバー不足の深刻化などの課題があり、T2 との連携により課題解決に向けて新たなモビリティサービスの事業化にも注力してまいります。ありがとうございます。えでは次です。 国内リース事業分野が現役となっていますが、今後の取り組みを教えてくださいということです、はいえー。国内リース事業分野における今後の増益に向けての取り組みをご説明させていただきます。今後の利益の源泉となるセグメント資産については、減少傾向ではあるものの、国内においてはカーボンニュートラルに向けた再生可能エネルギーの導入や、 人手不足に起因した精進化設備に対する案件が増加してきておりますこれらの案件の取り組みを積極的に進めることで、セグメント資産の減少を反転させ、今後の資産拡大を目指していきたいと考えております。次に、パートナー企業との取り組みについてもご説明いたします。NTT グループとの共同事業である NTTD c リースでは、 環境エネルギーや不動産、学校でのデジタル化対応や公共団体向けの取り組みに注力しております。2023年度においてもこうした取り組みが奏功しセグメント資産が順調に増加し当社への取り込み利益も増益となっておりますこのほかにも NX グループとの共同出資会社である NXT シリーズファイナンスを2 0 2021年度に立ち上げております NX グループが専門とする物流分野に強みを持った会社としてリース事業に取り組んでおりまして今後のさらなる成長に期待しておりますまた今後の成長に向けて再生可能エネルギー、蓄電池、アンモニア、水素、DX、サーキュラーエコノミー物流不動産などの分野を需要増加が想定される 成長戦略領域と設定しまして、営業リソースの集中や、ナレッジの蓄積を図り、次世代の収益基盤になることを目指しています。こうした一連の取り組みを通しまして、パートナー企業との共同事業も含め、連,帯一体連結一体経営を推進することで、持続的な成長を目指してままいりますでは続いてのご質問です。 海外不動産は市況が悪化しているようですが今後損失を計上する可能性はないでしょうかということですねはい、えー、ご質問の通り米国の不動産はオフィスや商業不動産を中心とした市況の悪化が、えー、今指摘されているところでございます、はいえー、当社が保有する不動産に関しては市況悪化時の体制が強いと言われております賃貸住宅や高成長が見込まれる物流施設 データセンターこういったものが海外における不動産の約9割程度を占めておりますこれらは現時点で含み益もある状況でして損失を計上する懸念は今のところ持っておりません今後も引き続き需要が安定した物流施設データセンターなどへの投資を続けてまいりますもう一つ海外の情勢についてのご質問いただいています アメリカで金利が上昇していますが事業にはどのような影響があるでしょうか教えてくださいということですはい、えー、ご質問の通り米国の金利が上昇しておりまして当社の事業では特に航空機リースである ACG の調達コストに大きく影響しております米国の政策金利の上昇を背景に ACG の調達コストも2022年度から23年度にかけて大きく上昇しました 特に2023年度は、年間を通じて金利が高止まりとなったため、前年度と比較して大きな負担増となりました。さらに2024年度についても、同様に高水準での推移が見込まれております。このような状況の中、間接調達の金利固定化など機動的な対応を行い、調達コストの低減に努めております。 基本的にエアラインへのリース料に関しましては、契約の契約公開のタイミングで金利上昇を反映してまいります。ただし、契約満了時期にはタイムラグがありまして、利上げの局面では調達コストの負担が先行してくる形となってしまいます。はい、ありがとうございます。では次の質問です。PBR1 倍超えは2027年度を目処と考えているということでしょうか、という こちら PBR につきましては先ほどもご説明させていただきましたけれどもコロナ前はあの当社1倍を超える PBR を継続的にあの計上してまいりました、はい、まあそういったこともありまして我々としましては PBR1 倍超えにつきましては2027年度を待たずできるだけ早期に達成できるように努力していきたいというふうにでは次の質問です。 ROE10% が1倍超えに必要な利益率とお考えということでしょうか、はいえー、まず ROE10% としましては資本コストとしてわれわれ今回株主資本コストを10%と認識しております。 従いまして ROE10% ということですと、まあ、いわゆるエクイティスプレッドがまあゼロということになりまして、まあ、それと PBR が1倍をこう超えていくということにはならないわけなんですけども、うん、そこから先のところにつきましては我々の IR ですとか先ほどの、えー、IR の活動それから、えー、将来期待への情勢こういったものを投資家様にご理解いただくことによって、えー、早期に PBR1 倍を え目指し pbr 一倍超えを目指していく考えでございますはい、ありがとうございます先ほどもあのアメリカの金利上昇の話あったんですがもう一つ質問が来ています金利上昇が起きるとリース事業は厳しくなると思いますがどのくらいの影響を予測していますかということですねはいえっ、ー、と まあアメリカの金利につきましてはまあこれからどちらかというといつ利下げが始まるかという議論になっております、うんはい、一方でまあ懸念されることとしましては国内の金利がこれからやはりあの3月、4月に利上げもしくはゼロ金利の解除が行われるのではないかということを言われているわけなんですけれども、はい、今のところ、えーとまあ、国内の金利につきましては米国のように急激な上昇というのはなかなか想定しがたいというふうに考えております。はいはい 従いまして、まあ、日銀等があの緩やかに利上げをしていくことを踏まえると、まあ、当社のいわゆるリース料への転嫁というのはしっかりと行えていくのではないかというふうに考えておりまして、まあ、影響につきましては全くないとは申し上げませんけれども、まあ、ある程度、国内については限定的なものにとどまるというふうに考えておりりまますす、はい、ありがとうございますでは次の質問です。 取り組み内容方向性が業界1位のオリックスに似ているように思いますが違いは何でしょうかということです、はいえー、と他社様についてもあの申し上げる立場にはないと思いますんですがまれ、あ、我々の特徴としましては今回ご紹介させていただきましたやはりパートナーシップ戦略、うん、ここに尽きるというふうに考えておりまして、はい、我々はあは大変、まあ、恵まれておりますパートナー企業様とですね えっと一緒にこう事業を進めていくもしくはパートナー企業様の課題解決に全力で取り組んでいくそういった形で我々の企業価値向上を図っていくというのがまあ我々の今目指している姿というふうに考えております。はい、ありがとうございます。えでは次の質問です。の先ほど日銀のあの金日本の金利があっても影響は限定的というお話でしたが、あの今後 日銀金融政策決定会合でマイナス金利解除が実施される予定ですがマイナス金利解除された場合御社のビジネスモデルにとってプラスでしょうかそれともマイナスに作用してしまうんでしょうかということでこちらははどうなりますか、はい、えー、とこちらにつきましてはですね、はいまあ、例えばアメリカのようなこう1年に5%も利上げが進むような急激な利上げだとするとここは結構。 まあ事業にも影響してくるというふうに考えておりますけれども、まあ先ほどお話した通り、まあゆやかに利上げが行われてくる、むしろあの金利の正常化がこれから行われてくる過程だとすると、そこにつきましては我々のビジネスモデルにとってもプラスだというふうに考えております。はい、ありがとうございます。終、え、了、ー、時間が迫ってまいりましたので、たくさんのご質問をお寄せいただいておりますが、えー 以上で質疑応答を終了とさせていただきます河合様ありがとうございましたそれでは河合様最後にご視聴いただいている皆様にメッセージをお願いいたしますはいえ皆様本日はありがとうございました当社は合併後15年間にわたりましてファイナンスリースをはじめとする金融主体のビジネスから進化しパートナー企業との共同サービス事業をはじめ 事業の領域を拡大ししてままいりましたここ数年は新型コロナの影響ロシア関連の損失など厳しい状況にもありましたが今年度はそれらをリセットし最高益を目指すとともに新たにスタートした中期経営計画に弾みをつけてまいりたいと思います今後とも皆様のご期待に添えるよう全社一丸となって邁進する所存であります引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます 本日はありがとうございました。